間違いや糸里は、浅田次郎の幕末の新選組を主題とした時代小説。オール読み物にて2002年8月号から2004年2月号まで、連載、文芸春秋より2004年5月30日に上下巻にて刊行された。三吹市伝に続く、浅田次郎の新選組物時代小説であり、京都島原の天神。 糸里を主人公に平山五郎の恋人の吉江、芹沢かもの愛人のお梅、孔子の女房をお政とお勝ちの人の女たちの視点で、新選組初期に起こった芹沢かも暗殺事件を描く。島原は違い屋の天示に糸里が姉としたう音は大部は、新選組筆頭局長、芹沢かもに、無礼打ちされた。遺体が、間違い屋に運び込まれ、未不老の非道に島原は、 騒然となり、新選組幹部の平間茂助が土下座して謝る。その場を収めたのは才覚のある肘方歳三だった。糸里はかねてから肘方と恋仲だが、肘方は糸里を子供扱いして手を出さない。芹沢とその一党は商家に押しがりを働き、酒によって暴れて刑の人々から恐れられていた。新選組は、 身部の豪士八木家と前川家を頓所としており、老子たちに居座られた八木家の女房をおまさと前川家の女房を勝ちは迷惑していたが、普段の老子たちは意外と礼儀正しく親切で、芹沢もシラフの時は折目正しい武士だった。お梅は、ご福祉菱や他兵の目掛けであるが精裁を追い出してしまい、他兵に代わって傾きかけた菱屋を一人で切り盛りしていた。 新選組への掛け金の取り立てで当所に通っている。うちに芹沢と城を通じるようになっていたが、芹沢から離れられない一方で、頼りない他兵にも愛情を感じていた。貴郷屋の芸儀よ義えは、芹沢の腹心の平山五郎と恋中で体を交わす。義しは、平山の子を宿していた。平山は義しを見受けしたいという。悲観的に物事を考える義しは自分に、 芸妓の才能はないと信じ、平山と所帯を持てることを夢見た。しかし、老人の平山が、多額の身請金を払うことなどできないことも分かっていた。ある日、芹沢は大使を率いて、名前と丼や大和屋を焼き打ちする暴挙を働いた。同じ日に、近藤や肘方は、身部で、相撲工業を開いており、これが気に入らない、芹沢の石返しである。御所近くの山戸屋が燃え、 ケは、騒然となる。アイ藩主、松平片森は現場に駆けつけ怒りおろにする。火事見物をしていたお梅はこれは、ただでは済まないと思った。数日後、近藤、肘方らの司令官派の幹部が、松平片森に密かに呼ばれた。わ違がいやで隠れるように神下に着替える近藤たちを、糸里は、不思議そうに見つめていた。 その直後に8月18日の政変が起きて、新選組にも出動命令が下る。テキパキと再敗したのは天狗党上がりで、実戦経験のある芹沢と新美金で、百姓上がりの近藤と、肘方は彼らの優がままだった。おまとお勝はやはり芹沢の方が、本当の武士だと感じた。芹沢の山とややき打ちのために、 交代で帰国するはずだった合図判兵が引き返して兵力が増えていたことも幸いして、政変は合図の勝利に終わる。ザ沢は土方に糸里と平間の中を取り持つよう無理難題を押し付けてきた。糸里はまだ男を知らないが愛する土方のためにこれを受け入れる。糸里が平間の松茶屋へ行くと平間は申し訳ないと泣いて謝る。平間は糸里を見て 郷里に残した同じ年頃の娘を思い出し、芹沢に糸里の名を口にしただけだった。父親を知らない糸里は平間を愛おしく思った。トンショへも帰れないのでこの場で腹を切ると浴びる平間に、糸里は思わず抱きついた。格式の高い島原の天神を恋人の土方から奪い、弟子に抱かせた芹沢の評判は体内でも最悪のものになった。 平間と糸里の中を取り持つよう難題を持ちかけたのは、土方を怒らせた上で腹を割って話し合うきっかけを作るためだったのだが、肘方が簡単に受け入れてしまい、芹沢の方が戸惑っていた。それに、芹沢が刑でやっていたおしがりは、退避調達とともに、尊上波浪士の資金源を断つ方策であり、音は大部の無レ打ちも大和や焼き打ちも理由があってのことだった。 それは近藤も合津藩も承知しているはずなのだが、雨の日、平山は、見思の吉江の様子を見に沖屋に来た。平山は短く、言葉を交わして、豚所へ戻る。吉江は、雨降る中を平山を追い自分の本当の名前の、雪と呼んでくれるよう頼んだ。島原の女は他人に、本当の名前を教えてはいけない定めだった。平山はその名を呼ばず、そっと吉江の口を吸ってやった。 近藤、辻方ら百姓が武士である芹沢を切る。それは武士ではない彼らが武士となるために踏まねばならない踏み絵だった。その構想に女たちは巻き込まれてゆく。ニ夜連続ドラマスペシャル、バチガイアイトザと女たちの新選組として、テレビドラマ化され、TBS 系で2007年9月9日と10日の21時から22時48分にニ夜、 連続で前後編にて放送された。同年3月に上戸彩主演での制作を発表。視聴率は前編9.5%、後編9.1%。わちがいやいとさと卿女たちの幕末と題して映画化され、2018年12月15日に公開された。撮影は2016年に2週間の過密スケジュールで行われ、小畜京都撮影所。 東映京都撮影所と東京からのスタッフが結集した混成チームによって制作された。わちがいアイトザと京女たちの幕末のタイトルでの映画化が発表された2016年当初は2017年冬に公開の予定だったが延期され、2年越しとなる2018年12月15日より全国順次公開。ありがとうございます。